皆さんこんにちは。今回は、他人に驚かれるであろう我が家の習慣、といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。それでは早速ご覧ください。皆さんは、他人に驚かれるような我が家の習慣や癖はありますか？うちはユニクロで買い物したことがありません。これマジで友人にびっくりされました。でも入店したことはあります。京都在住でしたが、気温が39度ぐらいにならないとエアコンを使わせてもらえなかったです。父が冷房苦手で、大黒柱が使ってないのに子供や嫁だけ使うわけにいかないだろうという理由で、使う時は家族全員が一部屋に集まってました。私は夏場に髪をドライヤーで乾かす時はベランダでやらされてました。家の中でやると温度が上がるでしょ。というのが親の言い分です。夫は10年に一度しか服を買いません。笑った。旦那さん10年も体型維持できるとはすごいですね。じゃあ旦那さんは生まれて4回しか服を買ってないってことですか？それとも大人になってからですか？大人になってからですね。というよりか、結婚してから1、2回しか服を買ってないです。下着や靴下はどうしてるの？それも10年に1回？下着は適宜新調しています。服が擦り切れてそう。でも仕事がスーツならパジャマと礼服があればいいのかな。仕事では基本的に作業着を着ています。きっと義両親も何も言わない穏やかな方なんでしょうね。羨ましいです。うちは旦那が同じ服ばかり、少しでも着た感ある服装してたら義母は私にガミガミ文句言うよ。息子にみすぼらしい格好させるなって。おかげで旦那の洋服代が家計を圧迫してます。そして義両親は文句言うだけで一切お金はくれません。義母がデパートで旦那に似合うコート見つけたとかで、先日は6万請求されたよ。うちの旦那も自分で買ったことない。私が買っても気に入らないときない？昔兄貴からもらったのとかそんなのを破れても着る。神経質な性格してるから気に入る許容範囲が狭すぎて困る。神経質なのに破れてても着るんだね。神経質もいろいろあるよね。夜間でお茶を沸かして、そのまま食卓に運び、そのまま湯飲みに入れてそのまま飲む。私もです。ちなみに3リットルです。うちも、4リットルです。わざわざピッチャーに入れ替える必要性がわからない。夜間もピッチャーも洗わないといけないし2度でま。もちろんそのまま冷蔵庫へ。我が家もです。当たり前だと思ってました。恥ずかしい。うちはでかい寸胴鍋です。なぜかそのまま夜間の発想がなかった。その方がめっちゃ効率的ですやん。え、みんなこれやらないの？うちは昔からお茶用の夜間とお湯沸かす用の夜間があるよ。学校とか幼稚園はこのスタイルだったな。大人数には向いてるよね。旦那の実家がこれで、びっくりしました。夏場とかお腹壊しそうで、怖くて飲めない。やってる方は慣れっこなんだろうけど、遊びに行く側は怖くて飲めないよね。私はペットボトル持参してるよ。お茶を沸かしたことはありません。飲み物は子供の水筒まで全部水道水です。浄水器もありません。来客にも水道水なの？来客にはペットボトルです。うちは夕飯の時間が早いこと。旦那が早朝出勤で帰りが早いので、夕方5時には食べてる。うち晩ご飯は5時からでお風呂は6時。結構驚かれる。実家だけど、歯磨きの後でも果物なら食べてよしの謎ルール。もう今ではそんなのおかしいってわかってるんだけど、なんか大丈夫な気がしてフルーツ食べちゃう。歯医者さんでも定期検診で、特に問題なしと言われるから直せないや。キシリトール入ってるから、イチゴはオッケー。わかる気がする。定期検診をきっちり受けて何もないならいいと思います。共に40代の私たち夫婦は、今まで一度も YouTube と Amazon を使ったことありません。楽天派ですか？楽天も使ってないです。そもそも、私はパソコン使えないです。今まで使う必要がなかったので、使ってきませんでした。私もパソコン使えない、使わないです。スマホでガルチャンしてます。世の中の流れの速さについていけないんです。ここ数年の進化速度の速さは凄まじいですよね。私、Wi-Fi の存在を知ったのは、ほんの1年前です。私アラサーでパソコン持ったこと一度もない。実家にもパソコンない。そんなに珍しいんだ。ちなみに仕事ではパソコン使ってるから使うことはできるよ。私は Amazon は使えない。SNS もやらない。ちなみに旦那は携帯持ってない。
そもそもみんな YouTube を見てて当たり前っていうところにびっくりする。私もネットショッピングめっちゃするけど、YouTube はなんか見ないな。我が家は夫婦でニコニコ動画派だよ。夫が IT 企業の社員なのに、ネットでの買い物したことない。クレジットカード登録したことすらない。Amazon で欲しいものあると、私に言ってくる。へえ、珍しいね。料理人が家では包丁持たないのと同じ感じなのかな。おならしたら匂う前に報告する。うちはおならしたら謝る。うちは音がしない時も謝る。怠ることが多いが音がしない時は時間でブーイングが出る。うちはおならした人に、その他の人がおめでとうございます、って言います。体育会系の旦那の職場は上司がおならしたらお礼を言うらしい。ブオ、って聞こえたら、アザーズ、ってみんなで言うらしい。うちはおならする前に予告する。うちはおならした人が責任持って全部吸う。揚げ物は家で作らない、買ってくる。うちもそうだよ。匂いつくし、油の処理大変だし。あと外食のメニューで迷ったら家で食べられない揚げ物とかをチョイスしてる。ポテトチップスは、箸で食べます。指についたのが美味しいのに。元彼がそれだった。アトピーがひどくなるからなるべく手に汚れをつけたくないんだって。私、ポテチ以外のものもお菓子はお箸で食べるよ。私もです。ポテチ食べながらいろいろしたいから、手を汚したくないし洗うのめんどくさいので。箸は業務用をまとめ買いして、家族全員同じ箸。定食屋スタイルです。うちも、それぞれの箸揃えて出すストレスがなくなった。うちもそう。当たり前だと思ってたけど驚かれるんだ。うちも、組み合わせ気にしなくていいし、人数より多くあるから、洗うのが間に合わない時も便利。たまに実家に帰ると新しい箸が増えてたりして、違う、それはお父さんのよ、ってなったりするから、みんな同じのも楽でいいなって思う。我が家もです。ニトリに似たようなのがあって、最初は色違いで分けてましたが、買い替えの時に見たら黒だけのがあって、これだ、って思いました。プラスチックでできてるので剥げてきたりしないのがいいですよね。どこまでの関係がその家族箸を使うんですか？うちは来客は割り箸だよ。親兄弟は気にしないタイプなので出す。両親は割り箸を洗って何度も繰り返し使ってる。うちの実家もそうです。使い捨て前提に作られているけど、お腹壊したりしなければいいじゃないですか。自宅で自分たちだけで使うなら、誰にも迷惑かけてないしエコだし、物を無駄にしないって大事ですよ。家族を絶対に呼び捨てにしない。親は私と妹のことを〇〇さんとか〇〇ちゃんと呼ぶ。私も妹のことを〇〇ちゃんと呼ぶ。ペットの猫のことも〇〇ちゃんと呼ぶ。うちはご飯食べた後もリビングでみんなで団らんしてる。各部屋に行くときはほんと寝るときくらい。みんなそうだと思ってたけど割と驚かれる。うちも子供の頃はそんな感じだったよ。社宅で、各人の部屋なんてなかったから。私の実家もそう。寝るまではみんなでリビングでテレビ見たり話したりしてた。夫の実家は食事後は各自自室でテレビ見たり、好きなことをするから結婚して初めて泊まりに行った時ずっとリビングにいたら、義理母に夫と喧嘩したのか心配された。お風呂から上がったら、出たよ、とみんなに報告すること。うちの実家も上がりました、となぜか敬語で報告する習慣があったな。結婚した今も夫に言うけど、あんまりピンときてないみたいで、それで？みたいな顔される。うちは、お先、とまだ入ってない人に言ってます。うちも、上がったよとかお先でした、と言うよ。お湯が冷める前にどうぞってことかな。うちの旦那も、いちいちお風呂出て、ただいまと言われて、お帰りと返すのがめんどくさい。さっき帰った時に言ったじゃん、とか思ってしまう。友人宅ですが、友人とお母さんで一回、弟さんとお父さんで一回、計二回、一日お風呂を沸かすって言ってたな。敷地内同居なんだけどお風呂は片方ずつ使う。今日はこっちで沸かして明日は向こうに入りに行く、みたいな。風呂受け持って、今晩はお湯もらいに来ましたとかやってるの今時うちだけでは？と思う。今の時期はお風呂上がりに庭から眺める星空が綺麗で、湯冷めしそうになります。なんか平和でいいな。親といい関係なんでしょうね。微笑ましいです。お湯に浸かりながら星空眺めたいな。羨ましい。ヒートショックにだけは気をつけて仲良くね。外から帰ったら靴下を脱いで手を洗い、そしてそのまま入浴することかな。
外から帰ったまんまの服装ではなるべく家の中では座らない。そしてお客さん帰った後は掃除が始まる家でした。地震があった夜は、リビングに家族が集まり一緒に寝る。仕事から帰ってご飯を食べたら、20時頃から1時頃まで家族全員一度寝る。そして1時頃に風呂に入って再度朝まで寝る。1時頃にまた起き上がって行動できるのすごい。たまに寝落ちして、夜中目が覚めても、私の場合も言い合って朝まで寝ちゃう。驚かれるまではいかないだろうけど、うちのクリスマスのメインは寿司の出前です。あら、うちもだよ。お寿司屋さんならきっと暇してるだろうと思って。もしかしたら意外に注文あるのかな？それいいね。クリスマスの定番ものは予約でいっぱいだろうから、当日でも行けるかな？今年やろう。以前、私は回転寿司で社員として働いていました。毎年、クリスマスイブは年間で2番目に売り上げが高い日だったので、そういう方多いと思います。ちなみに、毎年一番売り上げが高い日は父の日でした。うちはそもそもクリスマス祝ったことない。誕生日も祝わない。エホバでは決してないけど。人の悪口は家で言うこと。私も悪口は小学生の時から、母にしか言いません。私は結婚した今もわざわざ電話して、母に愚痴を聞いてもらいます。うちも家族には言っていいけど、学校職場では絶対に言ってはダメです。誰が何を言うかわからないし、本人に言われても困るから。カレーにソースかけて食べる。ウスターソースじゃない？うちの母が必ずカレーにウスターソースかける。お腹すいちゃったじゃん。美味しいよね。自分は、祖父母育ちなんだけど、おばあちゃんは醤油派。おじいちゃんはソース派だったなぁ。自分はどっちも試したけど、ソースの方が好きだった。うちは手っ取り早く、作る時に混ぜてます。汚いって言われそうだけど、子供たちはお風呂でみかんとか果物を食べる。果物の汁って飛ぶとシミになるのが嫌だったけど、お風呂ならストレスフリー。ただお行儀悪いので、外では言わないように言ってる。うちもみかんだけですが、箱買いをするとお風呂で食べています。みかんが甘くなるし、冬場はお風呂を嫌がる子供たちがみかんのために、我先にお風呂に入ってくれます。さっき驚かれたんだけど、最近自作ワンタンや水餃子にハマってて、スープ作る時に私は、スープに東丸のうどんスープ使うんだけど、ないないない、それうどんのやつじゃん。って友人に言われた。うどんスープでワンタン水餃子作ると美味しいよ。ないもあるもそいつ作ったことがねえんだろ。東丸は三島よりしょっぱくなくていいよね。合うよね。私はおでんに使うよ。へえ、いいことを聞いた。東丸は美味しいですよね。私は煮物でも使います。茶碗蒸しで使ったら美味しそうだから、今度茶碗蒸し作ろうかなと思いました。箱の裏に、うどん以外にもいろいろレシピ書いてあるよね。おでんの元切らしてたから、東丸うどんスープ使ったよ。東丸のスープの素、たこ焼きの生地に入れても美味しいよ。うちのおかんも似たようなことしてるよ。だしの素でスープ作ってラード入れて、塩コショウで味付け。美味しそう、私もやってみよう。あるあるだよ。美味しいよね。炊き込みご飯も1合につき1袋でオッケー。おでんとか、煮物にもいいよね。すごく活用してます。炊き込みご飯に使ってみよう。うちはお弁当の卵焼きは東丸のうどんスープ使ってる。卵2つに、3つまみくらい入れて、牛乳少し加えて焼いてる。いろいろ作ったけど、旦那はこれが一番好きみたい。東丸のちゃんぽんスープも美味しいよ。東丸は無敵。異論は認めん。子供の頃すき焼きするときに、大人のお肉と子供のお肉が別で、鍋は同じなんだけど、これは食べていい、これはパパのみたいな感じで言われてた。大人になっても癖が抜けなくて、家族と兄弟の奥さん、旦那さんも含めて集まった時に、みんなですき焼きを食べたんだけど、私たちは母からこのゾーンのお肉取って OK 出されるのを待ってて、野菜だけ食べてた。すると母が早くお肉食べなさいよと言って、私と兄弟ハモって、いいの？で配偶者の方々がキョトンとしてて、ちょっと恥ずかしかった。実家だけど、子供の頃家でジュースというか清涼飲料水飲んだことなかった。そのおかげか虫歯は人生で一度もできたことない。うちは飲んで育ったけど、兄弟みんな虫歯になったことないよ。今でも、単に遺伝もある。ボロボロになるやつはすごく丁寧にやる必要があるし、丈夫なやつはクソ適当で大丈夫。虫歯菌が親から感染してないからだよ。
私の友達も45歳だけど、虫歯になったことがないが、歯槽のうろうで歯がグラグラして、30代で矯正してたよ。一時期オシャレ好きなのに口紅つけてなかったし。我が家で、料理の味見とは、味を確認するために少し食べることじゃなくて、ベロッと舌で舐めて味を確認することです。唐揚げやステーキの肉など直接舐めて味見する。そしてそれを食卓に出す。食べちゃったらもったいないからというのが理由。当然お客さんには見えないようにやります。汚いです。舐めたら自分で食べましょう。あんたが優勝。無意味かつ、汚すぎるだろ。なんかそういう戒律か？カンピロバクター食中毒になるで。逆に今までなってないのが不思議やな。汚いです。舐めたら自分で食べましょう。どっかの時で、菜箸を舐めます。家族のみです。お客様の時は舐めませんってあってゾッとしたけど、あなたはそれ以上です。ホラーです。マイナスだと思いますが、トイレは小の場合流さないってルールがあった。うちは父がそうだったようで、小さい頃トイレを貸した友達に、臭いと言われショックだった。それ以来、私はトイレする前にもしっかり流すようになってしまった。小さい頃から続いてきたことで結婚してからもだけど、果物アイス食べるのはお風呂から出てから。月に一度の家族会議があること。家族会議で何話し合うんですか？しょうもないですよ。各自の目標とそれぞれの直してほしいところを挙げます。例えば、父の目標矢印体重を2キロ減らす。父に直してほしいところ矢印いびきがうるさいなど。それを達成するためにはどうするか、直すためにはどうするかを話し合い、次の月に結果報告。目標達成して、治ったら褒める。そうじゃなければ、どうすべきかをまた話し合うって感じです。ホワイトボードを使ったり、時にパワーポイントなんか使っちゃったり。恥ずかしくて友人には言えません。中学生に上がった頃から本当に嫌でしたが、家族のしきたりみたいな感じで続けていて、今は社会人ですが、もう当たり前みたいになって定着しました。もう会議始まるよとか、普通の家庭ではないんだろうなって思うと少し笑えてきます。面白いです。うわぁ、反抗期の時とかきつかっただろうね。米主さんはうんざりしてるだろうけど、ごめん、私は好きよ。OJT を家の中で実践してるんだろうね。家族だって生活なんだから協調性を育むにはいいことだと思う。しょうもなくないですよ。パワコまで作る気合の入りようはすごいです。プレゼン能力が上がりそう。家族会議をする日時や曜日が決まっているのですか？興味津々ですみません。米主です。私はパワーポイントを使ったことはないのでプレゼン能力が上がったとかはないんですが、自分の思っていることを伝える力や、自分を客観的俯瞰的に見ることができるようになったように思います。だいぶ昔に兄が反抗期になった時は会議が大荒れした時もありましたが、自分含めてなんだかんだ会議に出ていること、今も続いている現在はやっていてよかったと思います。議長の父親がうまかったんですね、きっと。普段言えないことも言い合えるので家族仲も良好です。会議の日程は最終週の金曜日でしたが、兄が夜勤があるため会わない日は次の日とかに家に帰ってきて会議をしています。ずっと変な習慣、恥ずかしいと思っていたのに、皆さんこんなに興味を持ってくれて嬉しいです。つい長くなってしまいました、すみません。熱を出すと怒られたこと。体調管理ができてないって。そして隔離される。インフルとかじゃなく普通の風邪でも、うつることのない扁桃炎でも隔離。食べ物や水を持ち込んで、熱が下がるまではトイレシャワー以外の理由で出てはいけなかったし、見に来る家族もいなかった。それが当たり前だったから、彼と同棲を始めて体調が悪くなった時に、普通に看病されただけなのに感動した。というかそわそわするというか変な気持ちになった。子供ができた今、熱が出たらつきっきりで看病してる。もしほったらかしで隔離してて、その間に意識がなくなってたりとか考えると恐ろしい。旦那が小説系の本を月4冊以上は読んで、私はビジネス書系を4冊以上読んで、お互いあらすじを話す。気になったフレーズをあーだこーだ話す。話すときは家ではなくカフェと決めている。手短になるし熱く語らず済むから。すっごい意識高い系だね。スタバにいそう。なんか、そういうのが幸せの形なんだろうなって思わされた。私の夫婦は、完全に趣味中心プライベート中心の生活で、仕事もプライベートに支障が出ないよう、有給や休みがスムーズに取れ、疲
残業10時間以内の仕事を選び、趣味や旅行へアクセスがいい立地に住み、家具や被服、食事にはお金をかけず旅行や趣味につぎ込んでいます。子供を授かればそうもいかないため、今は遊び急いでいます。これは羨ましい。大晦日年越しそばはどん兵衛のきつねです。うどんやん。うちは土曜日のお昼はインスタントラーメンというルーティンがありました。日曜日の朝ごはんだけ作る人は土曜の夜にじゃんけんして決める。もう10年以上じゃんけんシステム。毎日のトイレ掃除もじゃんけんです。実家の話なのですが、在宅中は鍵をかけない。それ結構田舎あるある。なんなら寝る時もかけない時ある。泥棒すらいない田舎だし。ホールケーキを買った時はカットせずに家族で掘り進めて食べます。子供が小さい頃、バースデーケーキのろうそくを消した後、切るのを待ちきれず食べ始めたのが発端だったと思う。包丁もお皿もいらないので楽ちんです。お子さん、友達の家でやったりしていませんか？やってないと思います。そういう機会もなかったし、もう今は成人してますし。家電は壊れるまで買えない。洗濯機がやっと風呂水ポンプが壊れて、新しいのを買えることになりました。22年も使い、その間どこにも異常なく使えました。子供も成人しました。習慣なのかな。父の定年後はお金を渡して好きな場所に旅に行ってもらっています。月に10日は家に帰って一緒に過ごしますが、それ以外は家には母と私のみ。本人も乗り気だから実現してるし、うるさい父がいないから、母と私はめちゃくちゃストレス減りました。もう実家出たけど、高校の時からバイトしだしてから、3、4日家族の誰とも会わない日とか余裕であったから、トイレにノート置いて、父、母、私でトイレのノートで会話してた。それも3年間続いていました。ノート会話が終わったきっかけは？私が大学行って、他県で一人暮らしを始めたからです。家の和室の押し入れは全く物が入ってないこと。理由は何を入れたらいいのかわからないから。以上となります。皆さんのお宅の他人に驚かれるであろう習慣はありますでしょうか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私は子供の頃、清涼飲料水が飲みたい、というと親にかなり怒られていました。特別なイベントの日にしか飲めませんでした。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。